アブドゥラヒ、イッサモハムドは、ソマリアの元政治家。ソマリアの独立準備機関である、イタリア新託等治療時代に首相を務めた。ニックネームは、ビダール。アブドゥラヒは1921年、イタリア領ソマリランド南部のカブシェベル県の町、アフゴーイで生まれた。アブドゥラヒの父、イッサモハムドは、ハウィエの氏族ハバルギディル氏族出身で、母マレラディには、ダロットの氏族、 マルハン氏族出身だった。つまりアブドゥラヒはハバルギデル氏族である。父、イサはアブドゥラヒが生まれて数ヶ月後に死んだ。一家は林権のヒーラーンの中心都市ブロブルデに移り、アブドゥラヒはイスラーム学校で学んだ。その後、一家はイタリア領ソマリランドの行政中心都市モマディシュに移った。アブドゥラヒはモガディシュでイタリア式の小学校や、 地元のイスラーム学校で学んだ。16歳で港町マルカに移り住み、1939年から41年まで郵便局員として働いた。第二次世界大戦勃発当時は学生だったとも言う。その後はモガリシュに戻り、経済局に勤めた。しかし、第二次世界大戦が進むと、ソマリアにもイギリス軍が侵攻し、失職した。アブドゥラヒは、 戦時中の1943年に結成されたソマリ青年同盟の初期メンバーとなった。彼は、再核を認められて、シルのリーダーの一人となり、1948年には中央委員会のメンバーとなり、やがて事務総長となった。アブドゥラヒはシルを代表して、パリやニューヨークを訪れ、ソマリアの独立を主張した。ソマリアは1950年に、 期限10年間のイタリア信託統治領ソマリアとなった。1950年から54年まで国際連合信託統治理事会にシル代表として参加した。1956年の選挙でシルの副代表となり、同年、ソマリ人として初のソマリア首相となった。1959年には首相に再任され、一時的に外務、内務、宗教、 務務長官も務めている1960年にソマリアが独立して間もなく外務長官に任命され国際連合総会やアディスアベバの会議に出席した。1964年3月ベルトウェイン代表として国会議員となった。1969年モハメドシアド・バーレがクーデターを起こしバーレを代表とする最高革命評議会が国政を掌握した。 アブドゥラヒは1974年、在スウェーデン大使に任命される。ソマリアが1988年に、隣国エチオピアと戦ったオガデン戦争に敗れると、バーレは露骨なだろという具策を取るようになった。アブドゥラヒは1983年まで、スウェーデン大使を務めたが、その後辞任した。その後は、イタリアのローマで過ごした。1988年3月に死去し、 遺体は、モガディシュに埋葬された。ありがとうございます。